新平でワーレリメイクを。ここまで来るとやっぱり自分ではできないんで、手のかかんない空間にしたいと思っております。プランターだけの世界、タッカーラチップ、まあ、針っていう形ではあんまり使ってないんですよ。面白いかなと思って、もう今までのあれから言ったら楽になります。今日はですね、まあ、個人邸でワーレリメイクをしていきたいと思っております。長年、まあ、育てられた植木があるんですけども、植物を撤去してちょっと違った形のさっぱりとした庭にしたいということで、やっぱりここまで来るとやっぱり自分ではできないんで、今度は手入れがしやすい、手のかかんない空間にしたいと思っております。はい、今度は違った形で植物を楽しむ方法を取りたいという感じにしたいと思います。玄関前もやっぱり、ここから先の位置は取ってしまいたいと。で、正面に、ちょっとこれ、上は道路なんですけど、擁壁自体、ちょっと洒落た柄があるんで、ちょっとデザイン的に処理したいなと思っております。ここはもうラーチのところはグランドタワー、ある程度管理が楽な種類のやつを植えていきます。いつもでっかいグランドタワーを正面にドンと置きます。ここはプランターの中には樹木系の、まあ、ここユーカリ系、これサイラン系のアベリア、まあ、ちょっと色の変化つけたいと思って、プランターだけの世界もこれになります。これはあの瓦チップ、瓦を砕いた再生で柔らかみがあるから、つながりで一応ですね、これ全部取っちゃったら土がやっぱり流水しちゃうんです。だから擁壁を立ち上げて検証して、そういうポイントになります。これも綺麗になって雑草が生えない処理はいたします。
これやっぱ根っこから取るんですか。そうそうそう、取んないとそっから飛行が生えちゃう。だからいくら処理しても根さえ残ってると凶悪になっちゃうんで。これ何年ぐらい終わってたんですか、ね、結構これが何年かな、うん、そこで分かるの年齢6、7、8、9、20、もう20年ぐらい。じゃあ根も結構張ってるってことね、はい、ちょうどね高台で全部盛り土したところの間から張りようがすごい。はい、はい、いい石。でその後は一回あの擁壁の上にブロックを積みます。そのモルタルだけだとやっぱり同圧で崩れちゃうんで、一応全部アンカーボルトを差し金をしてそれで積んでいきます。ちょっとアクセントで、これ表面だけちょっと高く、あと天板をちょっと丸み起こして、側面はベースモルタル。今度は防草シートを全面的に貼っていきます。あとはその上に、まあ、化粧したりすることができますから。これマスはどうするんですか。これはあの隠しちゃいます、あの最後。だけどこれメンテナンス関係あんからこれ自体土かぶしたりなんかつうのはやはりね、開けられるように表面は隠しておくんです。普段はで、あと今これ止水栓がこうなってるんですけど、どこでもそうなんですけど、もう使い勝手が腰を沈めて、なんかこれを一応この位置で止水栓立ててしまう、立ち上げた形で使いやすい。雰囲気に合った立ち水栓を作りたいと思っております。まあ、地面積で、まあ、石を貼り付けたような仕上げでいきたいと思っています。はい、最初はあのこれを立ち上げます。はい、
これで一応下地が出来上がって、で固まってからボイドを取ります。火山灰の石を貼って、一般的には軽石という称するやつで、これを一応貼っていきます。これ結構細かく違う用途で砕いて、ゴルフ場のバンカーの中とか、まあ針つう形ではあんまり使ってないんです。これ細かくして、そういう他のもので一応使ってるんですけど、貼るのは結構面白いかなと思って。余分な水をちょっと出っ張ってる水をと、はい、こういう感じで、はい、だからこっちの仕上げをやっていきます。ちょっとポイントにこの石を貼っていきたいと思ってます。壁の仕上げとして、よりパッドをこう塗っていきます。建物に合わせた形で、この色を使います。ちょっと今、明るいですけど、乾いてくると、白っぽく。もうジョリパッド、雨が当たっても全然大丈夫です。乾けばね、逆に水は入ってくるという感じです。乾く前に雨に当たると、流れちゃいます。手の跡がそのまま柄になる感じなんですか。ああ、いつもね、湿度遮干、まあ粗くやるっていう、まあこれがうちの表現になっちゃってるから。平和をですね、これからちょっと聞きたいと思います。プランターを設置してリズムよく置いていこうかなと思っています。これは得意し、水はけがよくするために一番下に、全面的に効きます。丸じゃなくてカチ割りのやつで、四五色入ってるやつですね。ちょっと変化をつけるために違うちょっと大粒のやつで入れます。はい、完成です。はい、OK。
既存の樹木は撤去して、まあ、砂利とあの鉢の組み合わせで植栽で、これでだいぶ手入れもしやすくなる。もう鉢の中だけですからね、もう今までのあれから言ったら完全に楽になります。奥の方は以上、こういうプランターでトーンとして、いや全部グランドで植えるってことじゃなくてポットのという形になりました、まあ、たまたまこの絵柄がいいんで、まあ、非常に雰囲気的にいいかなという感じです。でここ瓦チップを、ね、そうですね、これであのグランドの方がちょっと明るくなると思うんですね。この壁の雰囲気から言って、まあ、ちょっといいかなという感じです。まあ、ポイントとしては手入れもしやすい。そう、手入れもほとんどで、まあ、できてもいいから、まあ、ある程度季節感のあるやつ、今までの雰囲気でしたら年間1回か2回手入れ行かないと、ちょっと落ち葉とかなんかで道路の清掃とかなんか大変だと気使っちゃうんですけど、これだったら問題なく、それでこれで今日は完成しました。